キシユータの飛べ即合流平野潮らと新グループ結成にもやもや、二宮和也との進路相談で吐いていた嘘。一番を目指すのは大事だけど道筋も大事。僕たちらしくどう輝けるか、いかに楽しめるか、ファンの人たちと、まあ、オンリーワンにかけて、10月15日、元キングプリンス騎シユータの合流を公式 YouTube で生配信した飛べ。 新しいメンバーが加わります。との一足早く飛べ入りしていた平野氏を、神宮寺ゆうタに迎え入れられて、東京ドームを貸し切っての代替的な発表になった。元 V6 三宅県、平野と神宮寺、イムップ、として11月8日にデビュー予定の元インパクトオーズ、元ジャニーズ JR の大統率機、そして元キスマイフとニキタヤマヒロミツに続いてやめジャニが合流した飛べ、 新しい仲間が加わるたびに、生配信でアイドルスマイルを見せては仲良し軍団をアピールしてきた面々だが、ジャニーズファン、特にメンバーを引き抜かれたグループのファンはもやもやしているようだ。中でも納得いかないのは騎士はジャニーズ大社の9月30日からわずか2週間ほどのスピード合流ということで同じく大社から17日で即合流のキスマイ北山にも言えること。 もちろん事前契約がない場合は、移籍するには何日間、何か月間を空けるなどといった明確なルールはありませんし、個人の自由でしょう。ただ、騎士は辞める直前にメンバーやファン、先輩にも嘘をついていた可能性があるんです。進路は、 本当に決まっていない、ジャニーズ G 上に詳しい芸能ライターが指摘する嘘とは、8月7日放送の、ニノさんと遊ぼ2時間 SP でのこと。番組ゲストとして出演した騎士は、嵐二宮和也とセクシーゾーン菊池風マラ先輩とともに居酒屋トークを展開。 ジャニーズ大社後やりたいことは何かあるの芸能界とはまた違うのと菊池屋の宮から進路を聞かれるとそうですね。いろいろ。今はまだ決めきれていない状態と答えを濁し続けた騎士。見え切らない態度に出演者の陣内智則から進路は決まってるけど言えないのか、ほんまに決まってないのか、と追求されると本当に決まってないですね。本当に決まってないです。 と言い切って見せたのだった。退場直前の8月20日にサンドイッチマンの番組10万円でできるかなテレビ朝日系に出演した北山も退場理由などを明確にせず、ただ辞める決意決まってると話をとどめました。退場発表の6月時点では具体的な内容なまだ決まってませんと。 ビジョン未定を強調していましたが、すでに再就職先を確保していたのではないかと見られています。マイ芸能ライター、イカどう。もちろん、岸も北山も番組放送後に急転直下で飛べ入りが決まった可能性もある。しかし、そうは見てくれないようで。飛べ遺跡で嘘を言われた、今後飛べ遺跡にする人は正直に飛べに行きたいのでやめます。 と、世間にも残していくメンバーにも言いましょう。綺麗ごと鍋てやめていくのはクソダサいし、嘘を言われたと感じる人もいます。X、旧ツイッター、などの SNS では、嘘を言われた、と感じたンも、10月12日に、スモートフラッシュ、が配信した、ジャニーズ問題、本当に話を聞きたいのは、 とのアンケートでは、ジャニー北川氏の性加害問題とは一歩引いた新長男木村拓也を抑えて1位に選出された滝沢秀明氏。ジャニー氏の後継者として JR を統括する、ジャニーズアイランド社長を務め、同時にジャニーズ事務所副社長の立場にあった滝沢氏の逃げ得は許すマジとするような、責任追及の声も高まっている。 10月17日付でスマイルアップに社名変更されるジャニーズ新体制では、エージェント契約の導入などもあって、タレントやグループ、そしてファンも将来を不安に思っていることでしょう。もちろん、先行き不安な会社を前に転職希望するのは一般社会では何ら不思議なことではありません。が、 サ金やトベに対して不信感を抱くファンも多いがゆえに、岸くんだが嘘つきおばわりされてしまう現状にあるのかもしれませんね。冒頭の YouTube 生配信では、ヘイヤラによる新グループ、ナンバーアイの活動をも発表され、1番オンリーワンの他にアイハイアイにもなってるね。 と、グループ名の由来にはしゃいだ三人だが、まずはジャニーズ時代を支えてくれたファンの愛に真摯に向き合ってはどうか。